お亡くなりになられた男性、ご遺族、県民の皆様に深くお詫び申し上げます今日午後、会見で深々と頭を下げる愛知県警の幹部1年前、愛知県警岡崎署で交流中の男性が死亡した事件を受け署の幹部らを書類送検したと発表しました去年11月25日 愛知県岡崎市の店舗の前に集まったパトカーや警察官パトカーの後部座席に一人の男性が乗せられようとしている様子が映像に捉えられていました当時43歳の男性です男性は公務執行妨害の疑いで逮捕され岡崎署の留置場で拘留去年12月4日息をしていない状態で見つかりその後死亡しました 当時、男性の父親はペット以下の扱いされた子どもまあ虚しくて悲しくて。警察の留置場で息子は動物以下の扱いをされた、そう訴え続けた父親。拘留中に暴れたため保護室に隔離された男性は延べ140時間にもわたりベルト型の手錠などで手足を拘束されました。 さらに横たわった状態で幹部も含む複数の署員に足で蹴られていたことが監視カメラの映像から発覚し警察の留置場内での暴行の疑惑が浮上しました事件の発覚から間もなく1年が経とうとした今日。 業務上の注意義務があるのにこれを怠り万全と放置した過失により高度脱水による急性腎不全により死亡させた愛知県警は岡崎署で留置を担当していた刑務課長代理ら6人を業務上過失致死や特別公務員暴行療薬などの疑いで書類送検しました中でも刑務課長代理は男性を足で蹴り 踏みつけるなど複数回暴行していたほか糖尿病や統合失調症の持病を患っていた男性に医師の診察も受けさせず薬を与えることもなく必要な医療措置を怠った疑いが持たれていますさらに刑務課長代理は去年9月 当時交流中だった別の男性に対しても暴行を働いたことも判明し県警はこの男性への暴行をめぐっても5人を書類送検しました2つの事件で書類送検された警察官らは合わせて9人に上りますが県警は認否を明らかにしていません岡崎警察署署長 a 警視正60歳 国家公安委員会から減給10分の13月の処分となりました。また捜査の中で所長が留置場の見回りを月1回程度しか行っていないことも明らかに。所長の刑事処分は見送られましたが監督責任を怠ったとして減給3ヶ月となったのをはじめ書類送検になった署員を含む11人が懲戒処分となりました。処分理由。 岡崎署長と刑務課長代理は今日付けで辞職していて岡崎署長は私の業務管理の不徹底こそが今回の事案を招きましたなどとコメントしています発表に先立ち男性の父親のもとに警察が訪れ報告をしましたが警察た今日説明に来たがって自己満足なんだ仕事で来とるだけなんだなんなら全然納得できん 会見で岡崎署の留置管理業務が組織的に機能していなかったと釈明した愛知県警今回の事件を受け医療を必要とする容疑者への対応を徹底するなど再発防止に努めたいとしています。